羽生結弦ゆずるが大鳥登場。演技後は観客総立ち、自信、怖かったと思います。最後まで気をつけて、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケートのアイスショー、ファンタジーオンアイスの千葉幕張公演が26日に開幕し、五輪に連覇を果たしたプロスケーター、羽生結弦、ゆずる、28。 が抜群の存在感を示した。アイスショー中の午後7時3分頃には、茨城県と千葉県で最大震度5弱を観測する地震が発生。幕張メッセが位置する千葉市三浜区は震度3を観測した。一時は中断となったが、約10分後に無事再開した。大鳥で登場したハブは、ダンスボーカルグループ、DA パンプのリーダー、イッサと君のコラボレーションの元、イフ、の曲調に合わせ、 華麗なスピンや3回転ループなどを披露。最後は180度の縦開脚でフィニッシュした。演技後にはスタンディングオベーションが起きた。締めの挨拶では、ハブがファンに気遣いを見せる場面も、自信、怖かったと思います。まだまだ揺れることがあるかと思います。最後まで気をつけて帰って行ってください。ありがとうございました。またぜひ来てくださいと呼びかけた。トースポウェブ、ハブさん。 初日から地震というハプニングがあったにもかかわらず、いつも通り最後まで盛り上げてくれたのですね。そして温かい言葉を観客にかけてくれて、観客も少し落ち着かれたことと思います。地震があって残念だったと思いながら帰るか、災難はあったけどこれも思い出として帰るかでは全然違います。確かに何もない方が良いに決まっていますが、ハブさんが言っていたように、人生いつ何があるかわからないということですね。 皆さんが安全に、楽しいショーを思い出しながら無事に人に疲れますように。演技中は止まることがほとんどないフィギュアスケートだが、一瞬を捉えた静止画一枚でこれほど熱く見せることができるアスリートは羽生譲るが世界一だと思う。自信が大きな被害なく収まってよかったです。大鳥の威風は心揺さぶるものでした。見ず知らずの隣席の方と共に泣きました。これから長丁場のファンタジーワンアイス、怪我や事故。 もちろん災害もなく無事終わりますように。ハブくんは本当花があるな。ごめんだけど彼が出なくなってからフィギュアスケートの選手権全然見なくなっちゃったよ。私はフィギュアが見たかったんじゃなくてハブくんが見たかったんだな。ミーハーですみません。けど、こうやって引退ももなお、スケートでファンを魅了しているのがすごいよね。いまだかつてこんな選手いなかったもんね。リンクでの自信、あの時を思い出したのでは それにもかかわらず、いち早く、何より観客の心配をしてくれるとは、何という優しさなのでしょう。羽乳譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。